佐藤誠は日本の俳優。佐賀県神崎郡神崎町出身。身長173センチメートル。体重71キログラム。日本大学第三高等学校卒業。息子は映画監督の佐藤藤介。4歳の頃に父が戦死し、教員の母の手一つで育てられた。なお、佐藤の父親は生前陸軍のクルメ連隊に所属しており。 後年に役者として軍人を演じるキワは幼少期に見た父親の立ち振る舞いが大いに影響されているとのこと。高校卒業後、1952年に俳優座養成所に第四期生として入団。なお、佐藤、中大中谷の3人は後年に岡本喜八の喜八ファミリーの一員とみなされた。劇団のユニット出演で坊ちゃんや思春の泉に、 佐藤光明義で出演した後、映画監督の谷口千吉から、プロデューサーの藤本雅美を紹介されて1956年に東方へ入社。同年に不良少年で映画デビューする。紹介した谷口の人相が悪いとの言葉通り、日本人離れした悪の強い風貌ゆえに、入社間もない頃は凶悪犯やチンピラなどの悪役での出演が続いた。 1958年、俺に任せろで、初主演。1959年、独立グレンタイに主演して、一躍脚光を浴び、会社からは、佐藤、夏木洋介、関俊一の三人組で、スリーガイズとして売り出されたが、関が間もなく引退したため、自然消滅した。以後、夏木と、新しく入社してきた、加山雄三とのトリオでの出演が増加する。 二枚目だった夏木と香山は当時ライバル同士であり、二人が争う時は自称三枚目の佐藤がいつもなだめていたという。佐藤本人は口述する岡本喜八監督による独立グレン隊シリーズのような戦時中の兵隊の役が自分に一番に合っていたと述解している。なお初の陸軍軍人役は前日した1959年の独立グレン隊で、 初の海軍軍人役は1960年のハワイミッドウェイ大海空戦太平洋の嵐である。1963年の太平洋の翼では343航空隊の司令だったゲンダミ田ルに直接面会して操縦方法や知識を教わって役作りに生かしたが、後に佐藤は百六十八年の連合艦隊司令長官山本十六にて現田を 演じている。1966年のゼロファイター大空戦では、特撮担当だった、ぶらや英二と一緒に仕事をするも、役者相手に演技指導までするつぶらやに、本編の監督でもないのに、と、長年納得がいかなかったが、後年に雑誌インタビューを受けた際、つぶらや監督の飛行機好きを知って、ようやく納得できたそうである。東方大社後、 1970年代は、千葉慎一主演作品の助演や、1972年のサントリービールや紳士服の一色の CM にも出演。岡本喜八監督とは仲違いがあり、1967年を最後に出演が絶えている。1978年のキネマ淳法氏インタビュー、日本個性派時代でファンのためにもぜひ仲直りを、と勧められて前向きなところも見せた。 結局、サイドの出演は、生涯叶わなかったものの、息子が、岡本の、助立や助六にスタッフ参加するなど、和解は実現している。1980年には、203コーチにて徴兵のために釈放されたヤクザの牛若虎太郎役で出演。極寒の地、大連で上半身裸で敵兵に入れ墨を見せつけながら黒田節を歌い、ウォッカを飲み干すシーンを公演する。 若い頃は、リチャード・ウィド・マークに似ているとされ、和製、ウィド・マークと言われたが、中年になった1970年代頃からは、チャールズ・ブロンソンに似ていると言われ始め、和製、ブロンソンと形容される。なお、ブロンソンを起用した、マンダムの CM を撮った、大林信彦からも、東宝撮影所であった際に似ていると言われたとのこと。2008年発売の文詞ネマ、愛評価眼球。 お最後に俳優業を引退し、その後はトークイベントなどに出演していた。2012年2月14日に川崎市内の自宅近くで転倒し、外傷性蜘蛛膜下出血と診断され、入院、同年12月6日、急性肺炎のため死去した。78歳没。ありがとうございます。